アンドロメダ銀河、アンドロメダ銀河、アンドロメダ銀河、アンドロメダギャラクシー、M31、NGC224 は、アンドロメダ座に位置する地球から目視可能な、渦巻き銀河である。三角座銀河、M33、銀河系、天の川銀河、大マゼラングモ、小マゼラングモなどと共に、極部銀河群を構成する。アンドロメダ銀河、M31 は、 地球から約250万光年の距離に位置し、M33 と共に、肉眼で見える、最も遠い天体である。およそ1兆個の構成からなる、渦巻銀河で、直径22から26万光年と我々の、天の川銀河、直径8から10万光年よりも大きく、極部銀河群で最大の銀河である。従来は、直径万光年程度とみなされていたが、世紀、 初等の観測結果によって、アンドロメダ銀河の銀河波浪部分、銀河周辺領域と思われていた領域の星々が、実はアンドロメダ銀河のディスク、銀河の円盤部分の一部であると判明し、アンドロメダ銀河本体がより大きく広がっていることが分かった。かつて、境外銀河のことがよく知られていなかった時代に、銀河は星雲と混同されており、その名残として現在でも、 アンドロメダ星雲、アンドロメダ大星雲、などと呼ばれることもある。ハップルがリービットのケフェード変更性による星間距離測定法を使って算定した初期には、地球からの距離は90万光年と言われていたが、その後距離を算定する手法の誤り、若いマゼラン雲とアンドロメダ銀河の年齢差による絶対等級の過小見積もりが判明し2倍の200万光年と推測された。さらに、 観測精度が向上し、徐々に推定距離が長く算定されるようになった。一時期、見かけが、天の川銀河と似ているとされていたが、アンドロメダ銀河は、中心核を2つ持つことが観測より明らかになり、天の川銀河のバルジと比較して、ガスや暗黒物質が非常に少ないことや、そのガスが銀河面に直角な渦巻き構造を持つ、ことなども判明した。一方で、 天の川銀河のバルジに棒構造が発見されたことにより、ハップル分類上でもアンドロメダ銀河は渦巻銀河、天の川銀河は棒渦巻銀河に区別されるなど、両者の違いが明らかとなった。M31 は肉眼で見ることができ、大きさは満月の約5倍である。双眼鏡では長い楕円形のはっきりした工房に映る。 大口径の望遠鏡でも意外に見え方は良くならず、中心部分の明るいところしか見えい。条件の良い場所で、口径20センチメートルの望遠鏡でやっと渦巻き、構造が見え始める。964年にはすでに、アブドゥルラフマーンスーフィによって小さな雲と記述されている。望遠鏡による観測は、ドイツの天文学者。 シモン・マリウスが1612年12月15日に行い、格闘を透かして輝くロウソクの光のように見えたと記述したのが初めてとされる。ウィリアム・ハーシェルは核は星雲上、星に分かれそうだと記している。ウィリアム・クランチ・ボンドは1847年に暗黒体がある詳しいスケッチを残した。1864年に ウィリアム・ハギンズはスペクトルを観測し、連続スペクトルであることを発見した。1885年に、エルンスト・ハルト・ビッヒは新聖ケフェード変更星、三回星団、球状星団を発見し、さらに時点速度を測定した。1887年10月10日に、アイザック・ロバーツが初めて写真を撮影した。ロバーツは、翌1888年に3時間にも及ぶ。 撮影を行い、過剰構造を確認した。1899年に、ユリウス・シャイナーが、初めてスペクトル写真を撮影した。初めて M31 までの距離を測定したのは、アメリカのエドウィン・ハップルである。ハップルは1923年に、M31 の中にある、ケフェード変更性を利用して、距離を90万光年と、見積もり1929年に発表。その結果、 M31 は銀河系の外にある天体であることが分かった。ウォルターバーでは第二次世界大戦によるロサンゼルスの10日完成の中、パロマー県問題の200インチヘール望遠鏡で星の種族を隠している。銀河系と同様にアンドロメダ銀河は14の外相銀河からなる共銀河が存在する。最もよく知られている共銀河である M32。 M110、NGC205 は容易に観測できる。M110 もまた、アンドロメダ銀河と相互作用をしているものと思われ、またこれらの共銀河から剥ぎ取ったものと思われる、金属量の多い恒星のストリームが、アンドロメダ銀河のハロの中に発見されている。M110 には、近年あるいは現在も星形成が行われている、ことを示唆する。 ゴミの多い筋状の構造が存在している。2006年には、アンドロメダ銀河の中心角と交差する、平面上に9つの共銀河が並んでいることが、観測された。これはランダムに生じたものではなく、個々の相互作用によるものと予測されている。これは共なえ銀河に共通する、超積力の源があることを示唆している。アンドロメダの近傍には、 銀河の他にも多数の星団も観測され、その中で最大のものは、アンドロメガ銀河の周囲をめぐっている、球状星団 G1 である、図1右下、図2、メイオール E、メイウルイール E の名称でも知られる G1 は、アンドロメガ銀河の中心から13万光年の距離にあり、 宇宙の始まりから比較的早い時期に誕生した古い星々が数十万個以上集まって構えされていると考えられている。極部銀河群の中ではおそらく最も明るい球状星団であり、地球から観測した見かけの等級は13等級である。絶対等級としては銀河系で最も明るいオメガ星団、NGC5139、四等級3.7よりも明るい、 2002年のハップル宇宙望遠鏡の観測では、太陽の約2万倍の質量を持つブラックホールが G1 と M15 の中心に存在している可能性が示唆された。アンドロメガ銀河のスペクトルは青型変異を持ち、天の川銀河に対して秒速約 122km で接近している。太陽系は銀河系をお,およそ 225km の速度で、 高転しているので、太陽系から見た場合およそ秒速3 0 0トルで接近している。青型変異している銀河はおよそ100個あるが、アンドロメダはその中に一つに挙げられる。約40億年後には、天の川銀河、ミルキーウェイとアンドロメダ銀河、アンドロメダは衝突し、それから約20億年かけて一つの巨大な大円銀河、ミルコメダ、ミルコマダを形成するか。 巨大な円盤銀河を形成すると予想されている。このような出来事は極部銀河団の中ではしばしば生じている。この衝突による地球と太陽系の運命はまだわかっていない。銀河が合体する前に太陽系が銀河系から弾き出され、アンドロメダ銀河に組み入る可能性もわずかにある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。